チャレンジダンジョンレベル9に挑戦だよ。パンドラでやってなかったか。最後のボスがちょっと硬くて相性のいいシバドラに切り替えました。ここは無理せずコンボ吸収がなくなるのを待とうかと。四天王寺ではワンパンしまくってたじゃねえか。あれはあれこれはこれだよ。さすがにレベル9にもなるとダメージでかいな。回復しつつ適当コンボ。回復枯渇したらまずいもんな。って、ちょっとあれれ。ガン組してんじゃねえか。落ち込んが来なければ大丈夫。やってしまったな。せめて回復しきってちょうだい。次先生が来るのか。うん。やっちゃったよどうしよう。次スキルを使ってワンパンは。できればまだ使いたくないね。でも盤面はあまりよろしくないぞ。困った困ったどうしましょ。取りに行く気満々じゃねえか。後半溜まることを信じて。盤面に残ることを信じて。霊夢、行きまーす。しかし極端に固まってしまったな。ヒドロップ数個残すにはどうすれば。結構残りそうだぜ。回復もできて結果はこんなものですか。どこかで粘らなきゃならんな。変なことされる前に倒せたよ。さて次は何だったかな。サソリとシシです。やっぱり名前覚える気はないか。とにかくサソリの方が厄介なのでやつだけでも倒します。ちなみにパンドラパだったらどうしてたんだ。まとめてワンパンでした。回復しつつコンボを作っていき。おい、ツーウェイ組んでるようだが。気にしちゃ負けだよ。この際日もツーウェイにしましょうかね。落ち込んがすごいな。標的をサソリにして。計算違いはあったけどなんとか獅子は残ったよ。おまけにヒドロップも落ちやすくなってくれたし。至れり尽くせりだな。もうこのフロアには用はないよ。どこで貯める気だ。次根性持ちのあの人がいるからそこで。難しくないか。手負いの獅子を相手にするよりかは安全だよ。予定よりだいぶ減らしたものな。さてどう消したものでしょうか。変換のことを考えると光が邪魔だし。まず光を消していかないと。兆候に入ったな。もうちょっと考えさせてよ。あ、つい始めてしまった。おい、動き出したら止まれないんだ。とりあえず考えていたところに行け。なんだその理屈は。へりくつだよ。倒せたね。そうだな。さて鬼門の周遊さん。パンドラでは根性あるうちにワンパンして攻撃に耐えたけど。やられた。ほんと目に優しくないよな。盤面ただでさえ小さいのにどうやって分けよう。とりあえず目をなんとかしようぜ。どうだ、落ち着いたか。まあなんとか。暗闇で見えないけど。アレスしよう。とりあえず綺麗にしてからパズルを組みますか。何がどう変化したか覚えては。当然ない。下段で列を作りもう一列。間に合わなかったな。残念だけど半分以上残るね。山竹残しておいて正解だったな。ではここで山竹しよう。回復しつつ半分以下まで減らすよ。ここで注意事項。減らしすぎると負けるので注意。どう消すつもりだ。列は組まない方針で。まあヒドロップが落ちやすいしな。落としで回復を作れば終わりだよ。思ったほどヒドロップは落ちなかったようだが。半分さえ切ればそれでいいから。次はあのギミックを仕掛けてくるよ。毒ドロップも処理できて言うことなしだね。結構危ないラインだったがな。これで回復二組作れるから。光も消してそこそこのコンボの出来上がり。ヒドロップ分けておいた方が良かったんじゃないか。どうしても回復しておきたかったんだ。11コンボとはとんでもないな。まずまずの成果だね。はい、倒しました。さてボスのセブンガード、75% カットだけどワンパンでいくよ。スキルは溜まったのか。多分大丈夫なんじゃないかと。お前なぁ。先制攻撃と毒ドロップに変化されるから。スキルは8。今さら確認かよ。なんとかなるのでシバドラでターン進行。ウルド、雪村を使い二色陣の完成。って、随分偏ってるね。うまいこと分けろよ。下段から行くべきか上段から行くべきか。ま、悩むわな。どうしよう。どうしようどうしようどうしよう。冷静になれ。よしそれじゃあ。上段から処理していくよ。
切り替え早いなおい。悩みすぎると体に毒だしね。間に合え。これでいいのか。これでいいのだ。ちょっと待て、落ち込んだすごいことに。なおさらぐっと。これだけ決めればさすがに。シバドラの火力1000万超えてたぜ。やっちまったな。めでたしめでたし。さて気になる報酬は。なぜかしょっぱいね。期待しすぎなんだ。パンドラで何度も負けてたのにシバドラだと扱いやすいね。相性の問題だな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。レベル10どうしよう。頑張れや。